お店スタートとしましたのは151番加藤選手の日高金也選手、アイスコンからご参加。それで、大阪のスピードワード乗ってもダブルアウですね。もっと上手くなりたいので、女子でご連絡をよろしくお願いしますということなんですけども、日高選手の1日目のタイムは2分42秒0。さあ、今のこの走りを見るとですね、42秒は、足が出ちゃいましたね。あ、大丈夫、マーサルは見てなかったですね。最後のタイム2分32秒。